北海道上空で2014年撮影。気象観測用気球を使用。スペースバルーンとは、成層圏や中間圏からの高高度気球による映像撮影を行うスカイスポーツである。気球は上空で破裂し喪失するが、ペイロードは地球重力に引かれ、地上に帰還する。帰還したペイロードを回収することで映像を閲覧することができる。 ロケットとは異なり、気球という安価な手段を利用した装置であるため、一般人でも宇宙から地球を見下ろす映像を撮影できることから注目され、現在ではイベントや広告、実験などでも利用されている。地球大気がほとんど存在しない、高度 30km 以上の高さから撮影することを目的に飛翔されている。気象庁の打ち上げしているラジオゾンデと同様に、 高高度気球の一種である。映像撮影を目的としているため、気象観測を目的とする高高度気球とは異なり、カメラ、GPS 発信機が必須機材となっている。スペースバルーンは2006年9月9日、ケンブリッジ大学の学生により、放したまされたものが、確認される最古のものである。その後、欧米で徐々に広まっていき、スペースバルーンと呼ばれる、スカイスポーツとして発展した。 現在では世界各国様々な団体が実施しており世界的な大会まで存在する。日本国土は山岳面積及び森林面積比率が極めて高い。さらにスペースバルーンはジェット気流の影響を大きく受けるため東に流れる性質があるが日本国土が東西に短いために壊没する可能性が極めて高かった。スペースバルーンは 機材回収を前提とするため、日本国内では、海外以上の制度が必要になり、なかなか広まることはなかった。日本国内で、最初の例は TBS 番組、飛び出せ。科学君2009年6月9日放送ので、放送された、明星電機によって実施されたものが最古である。明星電機は、ラジオゾンでの製造メーカーでもある。 気象観測用気球にハイビジョンカメラを搭載した装置を打ち上げ上空 30km からの映像撮影を成功させた。これが民間における日本初の成功例である。ついで NHK の宇宙のなぎさで弱さ大気球に搭載した全天球カメラで宇宙映像の撮影が行われた。個人による初の成功例は2012年9月29日に 岩谷圭介の高度 33km からの撮影である。岩谷による開発は継続されており、現在では65機の打ち上げを実施し、国内最大の実績数を誇り、手法を広く公開している。これまでの成功例は、研究機関や専門企業によるものであったが、この成功例を皮切りに小規模での実施が可能になった。団体では2013年6月に、 山梨県の kikyu.org のスペースバルーンが高度 30km まで上昇し回収に成功している。映像撮影をしたか否かは不明である。高校生によるスペースバルーンの初成功は2014年札幌日本大学高等学校の学生により行われた。同時期に北の高等学校宇宙開発部の学生が成功させている。また、 2012年11月に長野県飯田工業高等学校の生徒により福井県で放たれたスペースバルーンが埼玉県内山中に落下したまま行方不明となっていたが2020年11月に発見され上空 32km での映像データが確認されたオレゴン州約 30km の上空から撮影 1500g の気象観測気球を利用 気象観測のラジオゾンデに使用されるゴム気球を使用する。大学の小規模な研究や個人のホビーで利用されるカメラは比較的安価で軽量なキャノンのパワーショット A シリーズがよく用いられている。右の写真もパワーショット A470 で撮影。高高度では低温のためバッテリーの容量が減るため注意を要する。未然にトラブルを防ぐためカメラ等の機材はあらかじめ 減圧、低温試験装置で機能を確認する必要がある。1万8000メートル以上の高度では、大京三権輸出統制委員会規制の名残で、大陸間弾道ミサイルのような用途への搭載を防ぐために一部の GPS 受信機は使用できない。日本国内で広がりを見せる、スペースバルーンであるが、日本国内で実施するにあたり、日本国内法の拘束を受ける。 申請を行い受理された上で実施しなくてはならない。航空機への影響もあるため、航空法にのっとり、必要な関係機関と調整した後でないと、実施できない。加えて、GPS 発信機が電波法に抵職する恐れがあるため、電波法にのっとった機材を利用しなくてはならない。また、アマチュア無線の使用は、電波法施行規則の定義する。 アマチュア業務の範囲以外であり好ましくない。ありがとうございます。